5月5日は子どもの日、千駄木店の子どもの日を見ていこう。どうも、鳥の湯の千駄木店スタッフのみっちゃんです。今日はですね、子どもの日ということで、こんな感じで鯉のぼりのリンゴを作っちゃいました。はい、それでは早速りんごちゃんレアさんの方に行ってリンゴをあげていきたいと思います。来てくれたのはウロコインコちゃんたち。みんな喜んでくれてとっても嬉しいです。泣き最長のナッキーも気になるみたい。大型のインコちゃんたちにもあげていきます。とってもリンゴが大好きのようです。今日はお客様に風車の折り紙をプレゼント。兜の折り紙もご用意しました。コールダックちゃんは抱っこされながらかぶせてもらいました。みんな折り紙をカジカジしてとっても楽しそう。鳥のいるカフェ千駄木店の子どもの日でした。